コーヒーさくらの大西です。経営理念や事業計画のことについてお話をさせていただいております。なかなかですね、経営計画とか事業計画とかそういうものはよくこう起業する場合にどんな場合でも必要というふうには言われるんですけども、まあ、融資を受けるときにも、まあ、もちろん必要ですし、とは言っても、なかなか簡単に書けるものではありません。まあ、用紙にですね、こう書き込んでいけば、まあ、体裁を整えることはできるかもしれませんけども、本当に必要なのは、カフェの経営やら、まあ、事業の経営に役立つものでなければならないと思います。そのためには、やはりこう、一週間で作れるとか、まあ、短期間で作れるものではないと思います。より、こう、いいものを作ろうと思えば、まあ、何ヶ月もかかるかもしれません。なかなか思うように、まとまらないこともあります。なので、事業計画を作るのに、やっぱりある程度の時間が必要だと思います。経営理念をこう経営理念をこう形にするというか、まあ、文字にするというか、目に見える形にするというのも結構時間がかかりますし、それに基づいて、今後の事業の計画を立てるのもかなり時間がかかります。で、その事業計画を作るためのまあ計画というのを一度作られてはどうかなと思います。事業計画もそうなんですけども、やはり現実と、まあ自分が望んでいる理想の状態とのギャップというのは常にあって、それがまあ見えないとですね、やっぱり不安になってしまうんですね。なので、今の現状がこういう状態であって、理想の状態がこういう状態。で、その差を埋めるのには、まあ通常、まあ半年後のこととか、1年後のことを想定して場合には、やはりかなりのギャップがあるので、まあ例えば1年後の理想の状態、3年後の理想の状態というのを思い描いたときに、それがですね、いきなりできるわけじゃないので、まあ半年後にこういう状態、3ヶ月後にはこういう状態、で1ヶ月後にはこういう状態、というふうに、まあ、時間を区切って、その時その時の達成というかですね、目標、中間目標をいくつか立てると良いと思います。それはまあ事業計画も同じですし、事業計画を立てるまでの過程においても同じです。いつまでにこういうことをしようとか、その次はこういうことをしようということを計画すると、焦らず、焦ることもないですし、理想と現実のギャップに苦しんでしまうことも、僕の場合は結構あったんですけども、まあ、そういうこともなくなるのではないかなと思います。とは言っても、なかなか思う通りに、それが、計画が進みません。まあ、それはもう仕方ないです。初めてのことなので、仕方ないので、それがちょっとこう、ずれてきたなと思ったら、もう迷わず、その時点で、ある程度頑張って、やってきたにもかかわらず、思い通りに、進まないということであれば、そこで計画変更をすればいいと思います。それが、その経験が、元となって、次の計画が作れますし、より精度の高い計画ができると思います。まあ、それは事業計画も一緒ですし、それは1年やっても2年やってもなかなか精度が上がってきませんが、回数を重ねることによって、まあ、必ず、まあ、精度は上がります。もう間違いなく精度は上がっていきますので、その計画と見直しを、繰り返すということを、まあ、事業計画を作ったら終わりということではなくて、その後も続けられていくことを、お勧めします。それも、事業計画を作るための計画も全く同じようなことです。今日は、事業計画を作るまでの過程についてお話をさせていただきました。
そろそろまたコーヒーの本当の話をまた明日ぐらいからしようと思いますので、また引き続きご視聴よろしくお願いします。いつもどうもありがとうございます。